の長、金子でございますということで、今日はすごい魚が入りました。本日の食材がこちら。僕プライベートで魚を買ったんですよ。それがここにあります。これですね。重さがだいたい 2.1 ぐらいですかね。でこの魚が1尾10万円しました。2キロでキロ5万円です。これね、僕動画にするつもりなかったんですよ。プライベートで買って、この魚で剥製を作りたいなと思って買ったんですよ。なんですけど、ちょっと訳あって剥製にできなかったんですよ。まあ、できなかったというよりかは正確にはしたくなかったんですよ。その魚、まずじゃあ見ていきましょうか。じゃあ開けていきますね。これがね、南の方のお魚です。ちなみに僕の動画でも1回出てきてます。はいはいはい、こちらですね。じゃん、うわー、立派だな。こちらです。これがね、サラサハタですね。これがですね、もうめちゃくちゃうまい魚なんですよ。僕も一度食べたことあるんですけど、相当美味しかったです。ほんでこの魚、もう漁獲量がまあ少ないんですよ。取れない幻の魚です。僕、南の方の高級魚といったら、もう真っ先にこのサラサハタが思い浮かぶぐらい、もうそのぐらい僕はね、南の方の魚ではこのサラサハタっていう魚を推してます。ほんでこの見た目がね、むちゃくちゃ好きなんですよ僕。このドット模様にこの体高のある魚体で、ヒレというヒレにまでこのドット模様がありますよね。これもね、かっこいいですよね。でこの頭がね、こうシュッとこう湾曲してる感じもね、もうたまらなく好きなんですよ。だからちょっと剥製を作ろうかなと思って、ずーっと大きい個体が出るの待ってたんですよ。ほんでやっと出ましたと、2キロアップ出ました、じゃあ買いますって買ったら、こうタグもついてるんですけど、潜って森で取りましたって書いてありますよね。ほんで森の跡がですね、この左頭のこの目の上、ここにあるんですよ。もうめちゃくちゃいいところ刺してくれてあるんですけど、剥製にするとき、この左頭でこう飾りたいので、ここに跡があるのはね、ちょっと致命的なんですよ。こっち側だったらよかったんですよ。右側だったら、こう隠れれるんでいいですけど、ここにあるのはちょっとね、めっちゃ考えたんですけど、まあ、今回やめとこうということになりました。でしかも、ちゃんとこれ、血抜きもしてくれてあるし、もう食用にしっかりと処理してくれてあるやつなんで、まあまあまあ、今回食べようということで動画撮っております。以前一度、サラサハタ動画にした時、結構コメント欄とか、ツイッターのリプとかで、やばい魚ですね。なんとか、ちょっとこの頭だけいただけませんかっていうコメントめっちゃありました。もうそのぐらい貴重な、もう魚のコレクターさんからしたら、喉から手が出るぐらい欲しい魚なんですよ。もう見た目よし、そして味よしというね、沖縄の最高の魚です。土ホゼリ、スジアラ、サラサハタ、この3種類をこの2キロぐらいのサイズで揃えて剥製にして並べたいんですよ。まあ、またね、出会いがあれば買って剥製にしたいと思います。なんで今日はこちらのサラサハタ食べますということでね、今日はこちらのサラサハタを使って、サラサハタの蒸し物とマース煮を作っていきたいと思います。マース煮というのはですね、水とお塩と泡盛でお魚を茹でるスープのようなものなんですけど、これがね、シンプルでまた美味しいんですよ。なので今日はそちらを作っていきたいと思います。よし、じゃあやっていきますね。まずはこのタグ取っちゃいましょう。このタグいいですね。森でつきましたっていうこのタグ、素敵です。ヒレだけこう残しておきたいな。こう取って、これ乾かして残しておきたい。よし、そしたらヒレ落ちましたら、すき引きいきましょうか。ちなみにこれ内臓とかエラはもう全部外してありますので、あとは鱗取って3枚におろすだけですね。すき引きしていくと、ほら、綺麗な白い肌が出てきますね。おお、美しいですね。これ頭は取っときましょう。頭コレクションに入れときます。サラサハタ2体目。で、こういう希少な魚って重さが1キロ変わるだけで値段がゴーンと変わりますからね。1キロのサラサハタと2キロのサラサハタじゃ単価がまるで違います。3キロのサラサハタとかだとどうなるんだろう。キロ6万7万ぐらいするんじゃないかな。まあその時期にもよると思うんですけど、本当にそのぐらい高いですよ。ただでもどういう人が買うんすかね。これ、この魚はすき引きがかなりしやすいですね。はい、反対側もやっていきます。はい、ではこのように両面すき引きできました。そしたら頭落としていきます。うお、脂がすげえんだ。これが
そうそう、これね、硬い、骨がめちゃくちゃ硬い。え、これ歯が負けるんじゃないかなってくらい硬いな。じゃあこれはコレクションに入れておきましょう。よし、では3枚におろしていきます。縁側がすごいですよね。このヒラメの縁側ぐらいこの縁側が分厚いですよ。包丁が入っていかない。脂っ気がすごいな。うわ、これすごい。これこの前のやつよりすごいものがいい。なんていうかね、この身に水気がないんですよね。本当によく言う表現だとバター切ってるみたいな。でね、やっぱ臭みがないな、本当に。これ1週間寝かしてあるんですよ。1週間経ってるんですけど、もう全然、もう身が育ちまくってますね。これもう片身はさ、ちょっとこれ忘年会でみんなに食べさせてあげたいな。ちょっと今日は片身だけにしときますね。こっちは残しときたい。多分もうあとね、1週間ぐらいはこれいけるんすよ。全然余裕で。そしたら腹骨をすいていきます。硬いな。頭落とす時もそうだったんですけど、この魚本当に骨が硬い。針金みたいな硬さですね。これまともにね、骨を包丁で断ち切ろうとすると歯が負けちゃいますね。でこの魚ね、稚魚もめっちゃ高いんですって。観賞魚としてものすごい人気なんで、もう食べてよし、飼ってよし、飾ってよし、そんなお魚です。で海外の方だと、まあ、そこそこ物はいるんですって。ただ日本の国産っていうのが本当に少ないらしい。で海外の方でもこちらめっちゃくちゃ高級食材として扱われてるみたい。中華蒸しで食べられるんですって。はい、こんな感じ。綺麗ですね。いい意味してます。この腹骨はマース煮に使いたいですよね。で頭コレクションしようと思ったんですけど、ちょっと頭今日料理に使いますわ。やっぱりこれマース煮に入れよう。頭コレクションはもう1体いますから、もう1体はね、僕のお腹に入ってもらおう。サラサハタカブト割りにしてるからな。日本で何人いるんだろう、サラサハタの頭カブト割りにする人って。これ映像に残っとるのもすごいですからね。硬いな。あれを出すか、台湾包丁。これならオッケー。で回すにはここと、あと少し身を入れて作りましょう。泡盛りあったかな。泡盛りないな。泡盛りがないんでちょっと買ってきます。よし、買ってきました。なかなか売ってなかったな。島歌っていうね、沖縄らしい泡盛買ってきました。そしたらサラサハタの身に熱湯をかけて霜降りしていきます。臭みと細かい鱗をしっかりと取っていきます。マース煮っていう料理はものすごく調味料がシンプルなので、もう処理を怠るとえらいことになります。しっかりと臭みを取っていくと。でもそんなに鱗ないな。よし、よし、そしたら身ですね。こちらの身も入れていきたいので、切っていきます。皮ついたまま、切り身に。この切り身一切れでいくらするんだろう。はい、このように処理が終わりました。そしたらまずはマース煮から作っていきます。そしたらお鍋にまずお水ですね。水を 500cc ぐらい。そしたら泡盛ですね。この泡盛入れる分量なんですけど、ほんと好き好きなんですよ。僕が前作って美味しいなと思った分量はこの水に対して1/10なんで、お水 500cc 入ってるんで 50cc の泡盛。そんなに入らないんですよ。水と泡盛半々ぐらいで作ったことあるんですけど、ちょっとね微妙だったんですよね。泡盛はそんな入れなくていいと思います。そしたらそこに昆布ですね。でお塩を小さじ1ぐらい。今日は文字を使います。で生姜を入れて火にかけます。そしたらお魚を入れていきます。身も入れていきます。これで煮込んでいきます。さあだいぶ煮詰まりまして、スープも白っぽくなってとっても美味しそうになりましたね。そしたらここにネギ。で今日はこちら青菜入れます。青さの入ったマース煮が僕大好きなんですよね。わかめとかでもいいんですけどね、僕はね青さが好き。たっぷり入れます。はい、これでサラサハタのマース煮の完成。じゃあ次は蒸し物を作っていきましょう。さあ蒸し物なんですけど、どうしような味付け。
このすごくいいネギが市場にあったんで、このネギとこのサラサハタをポン酢でいただくか中華風でいただくかって話ですよね。いやポン酢だな、今日は気分的に。中華風でやる場合はね、なんか丸のやつでやりたいな。今日はネギ柚子風味でいきましょうか。そしたらまずネギですね、白いところを切っていきます。そしたらお皿に昆布、そしてネギを敷きます。でその上にサラサハタ、そして日本酒、少しだけお水も入れます。そしたらお塩を少し振ります。そしたら柚子ですね、柚子を一かけら。そしたらこちらを蒸し器にセットしていきます。でこの蒸し器にセットするときに、このお皿ごとこう入れると蒸し上がったときにすげえ取りにくいんですよ。でこのお魚とかネギからいい出汁がいっぱい出て、その溜まった出汁をこう取るときにこうジャバジャバってこぼしちゃうことになるんで、取り出すときのことも考えて、例えばこうやって1枚さらしを引いてその上に乗っけると、で取り出すときにこのさらしを引っ張れば皿ごと持ち上がると、こういうことですね。こういう少しの工夫をすることで料理がよりストレスなく、そして綺麗に、そして美味しく作ることができます。で注意点はね、鍋の外にベロンって出しちゃうと焦げちゃう可能性があるんで、鍋の中にしっかり入れてね。はい、これで蒸していきます。はい、では蒸し上がりました。うわすげえうまそう。ほらこのスープがねたっぷり出るんですよ。このスープを逃がさないためにこれを引っ張って、ちちちち、これをこうです。ほらこぼれない。そしたらここに刻みネギをたっぷりかけて、はい、これでサラサハタの蒸し物の完成。そしたらマースにも盛り付けていきます。頭、そして身ですね。そしてこの美味しいスープをさーっと注いだら、はい、こちらサラサハタのマース煮の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。どっちからいこうな。じゃあまずこっちからいきますか。酒蒸し、これうまいだろうな。この皮のゼラチン具合わかりますかね。これいい旗特有のこのゼラチン質の油ですよね。ちょっと贅沢にこれ一口でいきますか。じゃあこちらをポン酢にたっぷりつけていただきます。ちょっとネギものせよう。うまー、うわスープもやべえ、めっちゃうめえ、これやばい。うーわ、あんま、なんだろう、これクエに近いんですけど、クエと違った色があるんですよね。目隠しして食べてもこれはクエじゃないってわかる。それぐらいサラサハタ特有のこの甘みのある旨みありますね。やっぱ蒸し物とめっちゃ合いますね。このプルプルなんですよ。これはね、やっぱすき引きして皮ごと蒸す、これ正解でしたね。こういういい魚はね、シンプルな調理法に限るな。めっちゃうまい、これやばいな。皮のところめちゃくちゃうまい。魚体がねそこまで大きくならないから、身も柔らかくて美味しいんですよね。この筋張ってないというか。では次マースに行きましょう。久しぶりだなマースに。まずこのスープからいただきます。おお、これもうまいね。わ、これおしゃれな味だな。この見た目にはないこの上品なお味がありますね。青さとよく合う。このほっぺたのとこすごいですよね。これ全部肉じゃないですか。あ、ほらこれ全部肉ですね。頬肉でかっ。ここがねうまいんすよね。マダイとかもこの頬肉が一番うまいっていう人が多いですからね。いただきます。うまっ、とろけますね。ちょっと頬肉やばい、めっちゃうまいぞ。このサラサハタの頬肉なんかとろける、舌の上でなくなりますね。歯いらないですよ。この腹骨の肉もうまいですからね。うまっ、最高だね。はい、ということで今日はこちらのサラサハタのマース煮と酒蒸しときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、でん、二のやつ。
こういうシンプルな料理に銀色を合わす。これがうまいんだ。うわ、今日ちょっと甘多いな。5対5ですね。いただきます。うめえ。こりゃいい魚だわ。そしてじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は南国の超高級魚サラサハタを使って、サラサハタのマース煮とサラサハタの酒蒸し作ってみましたけども、めちゃくちゃにうまかったです。いや、もう白鮮にしたかったけどな。いや、でも食べて美味しかった。また白鮮用はね、いいのがあったら買いますね。ここにね、飾りたいんですよ、バーっとね。で、今日分かったのが、頭、サラサハタの頭の頬肉、めちゃくちゃうまかった。あれね、今まで食べた頬肉市場でもベスト3には入りますね。めちゃくちゃうまかったな、本当に。頬の部分が大きいですし、食べ応えがすごくあって、とっても美味しいお魚でした。見てよし、食べてよし、さばいてよし、そんなお魚最高でした。はい、というわけで今日の視聴ありがとうございました。バイバイ。